はい、メントスクワットナダルモでございます。本日もね、DeNA の振り返り動画撮っていこうかなと思います。それではね、皆様よろしくお願いいたします。今日の試合もですね、昨日の勢いのまま、撮っていきたいというゲームだったんですけども、9対2ということで、負けてしまいました。まあそうですね、今日ね負けてしまったんですけども、巨人がね、負けたということは不幸中の幸いなんじゃないかなというのは思っています。本当にね、中日さんには、感謝の言葉しかないかなというのは思います。そうですね、今日もやっぱね、なんとか勝ちたかったんですけども、ハマスタ阪神相手にね、1勝1敗を終えたということは、まあ、非常にね、よくやったっていう結果とだったんじゃないかなというのは思っています。まあ、何よりね、巨人が3連敗の方をしてくれましたので、ゲーム差もね、2.5 ゲーム差のまま広がらないということになりましたので、まだまだね、逆転優勝できる位置にいますので、信じ続けましょう。明日はね、何としても勝ちましょう。ということで、いつも通りね、打線や投手リレーの振り返りをしていこうかなと思います。それでは、打線の方から見ていきます。こんな感じとなっております。そうですね、おとといにね、親追選手と対戦した時と、同じオーダーを組んでくるかなというのは思ったんですけども、下位打線をね、今日は非常にいじってきました。1番にはセンターで上里選手、2番には外セカンドで外選手でロペス選手、筒香選手、佐野選手と昨日と一緒のメンバー、そして6番にはキャッチャーで嶺井選手、7番にはショートで柴田選手、8番には両先発ピッチャーだった大貫選手、9番にはね、ライトで梶谷選手を入れてきました。まあ、要望なんですけども、3番ロペス選手と6番キャッチャー、9番梶谷選手が少しやめてほしいかなというのは思っていまして、まあ、このねメンバーを使うんであれば、3番を佐野選手にして、5番ロペス選手、6番梶谷選手の方が個人的にはいいんじゃないかなというのは考えています。このちょっとねオーダーっていうのは打順の組み方はね、やめてほしいかなというのは、考えています。それでは1番の上里選手から順番に見ていきましょう。1番の上里選手ね、守備面でねちょっとねやらかしてしまった部分もあったんですけども、バッティング面ではね、5打数の2安打、1本ねタイムリーヒットを放ってくれまして、バッティングではねいい結果を残してくれました。外選手は5打数の1安打、ロペス選手は4打数の0安打、鈴子選手もね4打数の2安打ということで、4番に入ってからもね、好調さというのをキープしてくれています。昨日ね絶好調だった佐野選手だったんですけども、今日は4打数の0安打ということでヒットが出ませんでした。で、嶺井選手は1打数の0安打、柴田選手は3打数の1安打、大貫選手はね0打数の0安打ということで打席がね回ってきませんでした。で、梶谷選手はね今日4打数の3安打ということで素晴らしい結果を残してくれました。はい、次で代々守備交代を見ていきます。こんな感じになっております。平田選手の代打で戸柱選手ができて2打数の0安打、武藤選手の代打で倉本選手ができて1打数の0安打、藤岡選手の代打で乙坂選手ができて1打数の0安打、戸柱選手の代打で山本選手ができて1打数の0安打ということでした。守備交代は嶺井選手の代わりに戸柱選手がキャッチャー、筒香選手の代わりに中井選手がサードに入ったという形になりました。はい、最後にね投手リレーの方を見ていこうかなと思います。はい、こんな感じになっております。大貫選手がね 2.1 回を投げて4失点、平田選手が 2.2 回を投げて4失点で、武藤選手が1回を投げて無失点で、国吉選手、藤岡選手、三島選手ね1人ずつね1回を投げて1失点という結果になりました。まあ、少しね厳しい言い方になってくるんですけども、まあ、大貫選手はね前半戦ね非常にローテを守って、安定したピッチングをね頑張ってくれていましたので、まあ、言えない部分もあるんですけども、先発陣もう少しね頑張っていただきたいかなというのはね、思っていますね。もうなんて言ってもねこの時期になってきましたので、この早いイニングでねちょっと降りられてしまったらね2日連続ですよね。中継ぎ陣かなり厳しくなっていきますので、ちょっと要望なんですけども、先発陣ねもう少し頑張ってほしいかなというのは考えています。編成の問題という部分もあるんですけどね、若い先発ピッチャーばっかりで、中堅ベテランね、外国人の、ね、先発ピッチャーという部分が、まあ、伊能選手とねバリオス選手ぐらいしかいないという状況になっていますので、編成のね部分も大きく影響しているかなというのは思うんですけども、先発陣ねもう少し頑張っていただきたいかなというのは思います。2番手になりた平田選手だったんですけどね、まあ、内野間でねいいピッチングをしてくれたかなというのは思っていて、ちょっとメンタル面のやっぱ問題ですので、やはりそこだけがねもったいないかなというのは思っていて、まあ、先発でもね一回平田選手見てみたいんですけどね、あとねもうその後投げた4人のピッチャーには本当に感謝しかないかなというのは思っていて、まあ、できればねもう特に三島選手ですよね、温存したいというところがあったんですけども、まあね、もうメジャーリーグみたいにね、野手がね、何でもいい風潮になればいいんですけどね、三島選手はね、本当にね、今日もったいない使い方をしてしまったかなというのは思います。はい、今日はこんな感じで終わっていこうかなと思います。明日からはね、名古屋ドームに行きまして、中日の3連戦ということで、明日はね、中日キラーの平選手が投げるということで、何としてもね、取りに行きましょう。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。いつもこんな感じで撮っておりますので、また見てください。それではお疲れ様でした。さよなら、バイバイ。琉球の波に乗って潮風を背に受けさえ渡る神業大島中の星いやささ神里